どうもー、ホニーです。今日は青鬼実況をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということですね、皆さん、将棋以外のね、ゲーム実況やりたいなと思ってやろうと思ってたんですけども、アンケートをね、しましたら皆さんホラーゲームが見たいということで、今回はこの青鬼をやってみたいと思います。ホラーといえばね、なんか青鬼のイメージがあるんで、通常モードで始めていきたいと思います。このシナリオで始めますか。始めましょう。では、名前がヒロシではなくて、やっぱり名前はね、ファニーにしたいと思います。で、カタカナにしようかと思ったんですけど、やめまして、やっぱりファニーはね、このアルファベットがいいですよね。ということで、バタ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 飛んでますね。こんな赤い、なんだ、館ですか、これは。町外れにある無人の館、そこにはお化けが出るという噂があった。お化けなんですか、青鬼さんは。はい。ほほほほほ。玄関ですかね。中は思ったより綺麗だな。タクロー。タクロー、イケメンだな、タクロー。おぉ、なんだか寒いわ。ミカさん。あ、これはもう可愛いですね。ヒロイン役かな。おい。もう帰ろうぜ、たけし。たけしは絶対もうこれやられるやつだろ、これ絶対。これもう、なんか最初に死ぬやつじゃない？なんだ、たけし。ビビってんのか？おー、タクロはね、もう煽ってくると。パリン！おー、なんだ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 。なんだろう、この音は。何か割れたんでしょうか？ちょっとびっくりしますね。おい、たけしビビってる。もう帰ろうぜ。帰りたい。ファニーも、たけしと一緒。バカしい。おー、これファニー？ファニーこんな感じなの？おほほほほ。白い髪の毛のメガネの少年ですね。青年？なんかうっすらと。ハブヨシハルさんっぽい。お化けなどいるわけがないでしょう。科学的に考えて。まあ、そういう感じですね。おい、ファニー！そういうね、もう信じないキャラなんですね、主人公さんは。なるほど。こうやってね、こう横とかに動けるって感じでございますね。ここは鍵がかかっている。入れないわけですね。じゃあ、こっちの方、なんか、割れてるものがありますね。これは皿ですか？なんでしょう。皿が割れていますね。皿の破片を手に入れた。音がね、なんかいちいち怖い。なんでこれ皿はなんか何かに使うんでしょうか。キッチンとかには他には何かあるんでしょうかね。なさそう。この、廊下戻って、鍵かかってると。あれ？みんなは？あれどこ行った？さっきまでいた。タクロー、ミカ、タケシ、どこ行った？おい。どこへ行っちゃったんでしょうか？皆さん。お、皆さん。なるほど、なるほど。では、じゃあ玄関、外出たんじゃないか？みんな帰った。ファニーを置いて帰りましたか？皆さん。そして。なんか取った。え？怖っ。なんかいたよね、今、人影。こっちは開かない。こっちにいたよね。開かないの。なんかいたっぽいけど、ちょっと家の中探してみますか。ここ、1階には、今下げ。あ、なんか紙貼ってありますね。なんだこれ。マトリーズみたいな。ミトリーズ？なんだろう、部屋の感じですね。これは1階の感じですか？ 1 階の、あれに似てますね。1階ではない？わかんないですけどね。なんか本当に脱出ゲームって感じですね。ここは鍵がかかってると。こっちは、あ、入れますね。じゃあ、ガタ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 。今の何？なんか誰かいるんでしょうかね。まあ、すぐにはね、ちょっと行きたくないですけどね。ちょっと開けてみましょう。ガタ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 。震えてますね。たけしさん。たけしさんいるじゃないですか。たけしさん。ガタガタガタ。たけしさん。ん？他のみんなはどこ行ったんだ？ガタガタガタ。ガタガタガタ。ガタガタしてる。ほんと。もう、ガタガタしすぎ。ガタガタするなよ。世紀末が来るぜ。歌ってる場合じゃないんですけどね。はい。たけしさんがここにいると。他の、あれは？二人はどこ行ったんだろう。ミカとタクロ？タクロ。タクロどこ行ったんだ、タクロ。みんな置いてっちゃったのかな、二人を。ファニーとこうミカを置いてってるって感じ？どこもかしこも鍵かかってんな。すごいな。どこも開かない。なんでここ部屋は鍵かかってるけど、玄関は鍵かかってなかったの謎ですけどね。ここの閉じ回りは緩い。もう一回タケシよ。タケシは震えてると。タケシガタ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 言っても、ほんと。震えすぎだよ。まあ、なんか他にアイテムないんですかね。皿の破片ぐらいしかなくて、あとはじゃあやっぱ最初に人影が見えた、こっちの方に入れない、入れません。入れるかと思ったんですけどね。入ったら、あれそこに青鬼がいるんですかね。じゃあ最初のアイテム取った部屋は？ここはリビングかな？この辺になんか物が落ちてたりっていうこともナッシング？やっぱ皿の破片は手に入ってるんで、使用してみるか。これ使用したら？ここでは使えない。どこで使うんだい？使えそうなとこはこの紙かな。紙をこの皿の破片でこうなんかこう破いて、裏側になんかアイテムがあるみたいな使用する。ここでは使えない。ここでは使えない。使えるかと思いきや使えない。スイング、はい。なんだろう、申し訳ないです。なんかこう本当に青鬼は名前だけ聞いたことあって初見プレイなんで、知ってる方はね、やきもきするかもしれないんですけど、たけしはガタガタ震えてる。たけしはいつも、たけしにじゃあ皿の破片使えない。たけしには使えない。じゃあヒントでもこれその何？あ、広告見るタイプのやつですね。ちょっと広告はちょっと、あれですね。ヒント見たいなと思ったんですけどね。さて、ちょっとね、そろそろ進展しないと、ほんと家に入って、たけし震えてるだけになっちゃってるから、
たけしさんはどこにいるん、たけしさんは見つけた。そうじゃなくて、もうなんか、広告がまた、サラダ破片をここで使ってみると。使えない。扉のガラスをサラダ破片で割るみたいなことはないですか、ここ。サラダ破片で、こう、窓ガラスパリンみたいな。そういうのもないと。どうしたんだろう。もしかして、タクロとミッカは、抜け出した？外行った？二人で。まさか、俺が二人を残して、陽キャは二人だから、イケメンと、かわいこちゃんで、いやいや、そんなバカだね。そんな、やっちゃ、いや、そんなバカ。違う。もうまさかね、こう、ベッドがある部屋とかに入ってこっそりみたいな、鍵閉めてるみたいなことはないですか？ね、タクロとミカで、ファニーと、タケシは置いてかれてるみたいな。いや、そういうこと？じゃあ、二人ともなんか、こう、飲み会の途中で抜け出しちゃって、あいつはどこ行った？あれあいつ先はいたのにな、みたいな。そういう二人の抜けがけ的なやつですか、タケシさん。タケシさん、そういうことなんですかね。タケシはガタガタ震えて、もう、震えすぎでも寒いのかな。じゃあ、布団をかけてあげよう。布団は取れない？布団かけてね、あげてね、ちょっと寒さをこう和らげて、どうにかして温めてあげようかなと思ったんですけど、そういうわけにもいかない。ではやっぱりこの最初のアイテム取ったこのリビングが怪しいんじゃないかなと思うんですけど、机の下とかになんか落ちてないですか？ね、だいたいね、机の下とかね、隠れ物陰になんか置いてあったりしますからね。はい。おっと、ソファーは？ソファーの下とか、このソファーのね、こう背もたれとね、座席の間にね、物が落ちるってこと結構あるんでね、自分もね、よくね、鍵とかリモコンとかね、隙間に入ってしまったりするんですよね。で、大体ね、こんなとこにないだろうっていうものが、こう冷蔵庫の中とかに隠されてたりとかね、するんですけど、そういったものもナッシングでございますね。やばい、住んでる？もしかして羽生善治先生に似てる青年がやってるから、もうこれはもう住んでる、住みってこと？これ入れない、あ、入れた、ちょっと待って、何これ、入れた、ちょっと待って、どういうこと、ちょっと殺された。なんで入れたのか、なんで殺されたのかもわからないまま終わりました。びっくりした。今なんか最後入れたと思ったら、ゲームオーバーでございますね。いや、怖いよーってやつですね、これは。はい。皆さん、なぜだか、進めなかった、ほぼ進まなかったんですけど、ゲームオーバーになったんで、初回はこんな感じで終わろうかなと思います。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。初のホラーゲー実況でございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。